県は今日午前10時までに592件の検査を行い、新たに164人の感染が確認されました。今のところ感染経路がわからない人が118人と全体の7割を占めています。クラスターとなっている高齢者施設で新たに一人の感染が判明しました。